ルズベース。はい。ということで、新年早々の動画は、まあね、毎日年明けから出てますけども、新年初めて動画を撮ります。しかもそれがプロズベースね。ということで、こちら、今福袋的なのが来てますけども、そちらをですね、景気づけに、今年の運気はいいのかっていうところで撮っていきたいと思いますけども、まずはですね、エージェントで、田中マー君セレクション、OB 契約書、こちらね、やっと手にできたんで、それで落合さん狙って、一択で、行きたいと思います、まあ、ガチャではね落合さん取れなかったんで、もう落合さんか大魔神佐々木さんが欲しいっていうね。ところでカブレラアレックスすごいよ。カブレラね、一人スリーパーホールドの確定ホームランでしたっけ。リップさんが動画で出してもらってましたけど、まあ、すごいんだけど俺が欲しいのはね落合さん。さあということで続いてはですね、年明け早々に、いただいたですね、新年運試しプレゼント、S ランク 30% 契約書。こちらの3枚、今年の運は、どうなのか。お、あ、これは S は確定したな。さあ、何枚 ?S 何枚なのか。3枚来るか ?3 枚来るか。さあ、どうなの ?1 枚マークか。2枚目来い野村、3枚目来い。ああ、まあまあ3の2十分でしょ。マクガフ、野村、まあ俺のチームには用事ないけどね、仕方ないね。これはまあでも S が出たっていうところでね、 OK でしょう。2022年ハッピーニューイヤー10連福袋、7回まで S ランクが、全部当たるっていうね。で5回目がマークンセレクションで、さらに S ランクが出たら 30% の確率でマークセレクション。ここで落合さんと大魔神佐々木さん狙っていこう。あと、まあ、欲しいの、マー君。あとね、菅野が欲しいね。ここら辺は、是が非でもちょっと取っていきたいなっていうところで、ね、ガチャ、行ってまいりましょう。まあ、3分の2ね、30% も当ててるんでね、ここは、景気よく行きたいと思います。欲しいのが、マー君、菅野、そして、落合さん、大魔神佐々木さん。この4人は、絶対欲しいっていうところで行きましょう。1回目。レッツゴー。でもこれ絶対 S は当たんだもんね。あと誰が来るかだけだね。あと何枚引けるか。7回中 S を何回引けるか。あと 30% の確率で落合さんを引けるかどうか。まあ、これがもう一番の今日問題点だね。さあ、福袋よ。福よ来い来い、福よ来い。さあ誰だ、和田幸四郎。レギュラーになったら50通りいけるよ。エチェバリア、1億円の守備固めはきつい。4億円の代打。からのサンズ、山岡、おーし、いいね。さあ一発か、来い、マーク菅野、田口、ヤクルト付いてるね、ちょっとマクガフからのね、レッツゴー。2対、2枚引きしたいとこだよね、ここはね、2枚引き。さあ、これでも絶対 S が出るっていいよね、やってて。当たれ。あとはもうこの当たって落合さんいけるかどうか。30% の確率で回せれ。大魔神佐々木さん。さあ、最後まで来ないのか。途中できたら2枚引き。さあ、さあ、あ、カブリラ B か。さあ、さあ、カモン。キノタク。まあ、キノタクまあいいか。俺、キノタク。あれできるな。極みにできるな。さあ、レッツゴー。よし君、レッツゴー。2枚引きしたいな。マー君、菅野を神引きしてくれ。このもう、マー君と菅野がもう取れたらもう超いいよ。超ハッピーパターンよ。さあ。当たれ。あと、落合さん。落合さん。マー君、菅野、落合さん。さあ、カモン。さあ。足が速いやつばっかり出てくるね。おっと、青木。確定か？一人か？一人なのか？さあ、一人。マー君！おー、貞治さんのモノマネ一本足、荒川さんの最後のバラ弟子、渡辺。いやー、違うなー。ここまで全然違うなー。さあ、4回目。約半分。
せめてオーダー入ってくる人してほしいな。まだここまでは誰も俺のオーダーには入れないよ。まあしかも、まあ、キャッチャーね、気の高もいいけど俺がいるからね、入れないのよね。さあさあ大崎さん、おわび、さあ来い。 B ばっかり勝つの、ドラゴンズ好き源田、さあ来い来い。クリアレン、まあいいでしょう、こうタイトルホルダー出るからね、それまでしっかり持っとこう。落合さん行こう、しっかり。落合博光カモン。2枚引きけえへんな、7枚中9枚ぐらいあったよな、アイスランク。ほんとさあ9枚当てたいのよ。あー当たれへんか、最近借金もう幸子全然けえへんな。おっ、びっくりした、あホルダーさんの絵いいね。この流れの古田さんか、この流れで最後落合さん、松井秀喜さん。さあ6回目、あと2回、あと2回。さあマー君来てくれ、マー君、マー君、マー君、さあ来い。誰だ、回目もやもやっとしないで一発行こう。おっと、小園結婚式よかったね、おめでとう。あと落としや、守備しっかりできればレギュラー。宮崎複数年、ビッグマネ、原口帝京魂出てたね。まっすん要守護神、ロッテ新記録。佐々木千早オールスター、桜美林大学、落合博光 B、外からのカモン、吉田正尚持ってます。さあ最後、あそういや30分はも当たれへんな。最後来てくれ、来てくれ。2枚絶好調からの2枚引き、2枚引き来てくれ、2枚引き、カモン来い。ブル、あーどうやこれ、ノー2枚引きか、当たってくれ当たってくれ当たってくれ。ノー全然空振りばっかりやな、お前もう3軍行きやぞ。2枚引き、おお石井和成、おお金持ちさん、おっ A ばっかり、佐々木千穂よ、 OB でおっ、浮かな久保ストレート速い、おっ、おー大山持ってる持ってる。さあ来い、最後だ、マーク浜口、終わった。ここでも取れずって思ってたけども、あのコメント欄で見ました、そうだね、ミキサーがあるっていうね。しかも自チームで5人集れれば落合さんもらえるってコメント書いてたんで、アンドリュー・ジョーンズ、アンドリュー・ジョーンズ、黒田さんで岩瀬さん、これで5台でね落合さんもらえるんで、落合さんゲーッとしましたね。だから、OK かな、これでね。その裏技あるの忘れてて、コメント欄で教えてもらった皆さん、ありがとうございます。